別に全然ピッチャーは悪くなかったし、先週愛媛戦はね、あのピッチが悪くて、それでも相手と条件は一緒なんで、別に何も言い訳にできないし、だからね、今日は選手と同じく雨降ってましたけど、まあその中でもみんなね、すごい頑張ってやれたので、良かったです。明日、五輪のメンバーが発表ということなんですけれども、個人的な心境というのはどうですか？まあもう本当に、今日は最後の試合でしたし、まあ本当にね、まだ全然わからないですけど、まあとりあえず明日を待って、まあ選ばれても選ばれないにしても、本当に東京ヴェルディで頑張りたいなと思います。ありがとうございます。